はい、今回はね、早食いということでカップヌードル3つ早食いしたいと思います。今日3種類用意しました。オーソドックスな醤油、塩、カレーですね。こちらを今回、あまり早食い得意じゃないですけどやっていきたいと思います。じゃあね、早速お湯を注いでいきましょう。お湯を入れ終わったんで3分測っていきますね。ピー、僕の顔が真っ赤っかなのはちょっと気にしないでくださいね。ちょっとお客さんにごちそうになって、よいしょ。本来ね、僕カップヌードル食べるときあんまり3分待たないんですけど、2分ぐらいで食べちゃうんですけど、一応今回はちゃんと3分もあってね、食べますよ。早食いと大食いの蓋の違いなんですけど、まあまあこの3つぐらいでね、あんま関係ないんですけど、やっぱ大食いって言うと徐々に胃が広がるんでね、大食いですごく食べれても早食いってなるとやっぱりね、ちょっと変わってくるんですね。風船も一気に膨らますと破裂するように、早食いは一気に膨れるんでが危ないです。だからね、早食いするときはそれ用のトレーニングをね、積まないと短時間で一気に詰め込む。大食いってまたね、そこら辺のトレーニング方法もちょっと変わってくるんです。まあ僕はあんま早食いやらないんであれですけど、で危険なんで真似はしちゃダメですよ、絶対に。3分長いな。お、あと20秒、3、2、1、 OK、 できた。どれが一番好きかっていうとね、塩かカレー迷うところですね、これ。これをね、ちょっと食べ始める前に混ぜときますね。カレー食べにくそうだな、ね、とろみが。じゃあ今日もね、ストップウォッチを携帯の方で測っていきたいと思います。緊張するな。先にいただきます、いただきますね。いただきます。いや、目安で。2分、2分は遅いか。でも、1分半にしときますね。1分半目安で。これ二個三っていかんっていうことね。そうなると大変だ。じゃあやりますよ、いきます。はーい、つか、あれ、もう一回いきます。おーい、こっちは目安なんで押しちゃいますね。おーい、スタート。
もう一度取り出しますね。ちょっと汚くなっちゃったけど、見てください。全部食べれてます。そうですね、記録が1分11秒85。ベガはね、早いのか遅いのかよくわかんないですけど、途中でね、鼻から出そうになりました。いやー、でもなんかあっという間ですけど、やっぱりゆっくり食べたいですね。で、危ないんで、絶対真似しないでください、ね。今回、ヤマタケはカップラーメン3つはね、1分11秒85という記録になりました。どうなんだろう。ご視聴ありがとうございました。はい、今回はですね、ちょっとカップヌードルの早食いをしたいと思います。3種類ね、一応オーソドックスなカレーとシーフードと醤油ですかね。じゃあ今回早食い、はい、お湯を入れ終えました。じゃあ3分かかっていきましょう。あ、間違えた、やり直し。